皆様こんばんは。株式会社ソンイチチャンネルです。イエーイ。本日2軒目はですね、静岡県菊川市にある居酒屋ピョータンさんですね。今からお邪魔したいと思います。行ってくるよ。すごいですね、これ提灯が、でっかい提灯が2つあって、今からお邪魔します。他のお客さん映らないようにお願いします。じゃあ座ってきます。すいません、中の方入ったんでマスクだけ失礼します。すいません、生ビールをください。すいません、ドータンさんもね、灰皿があるんでタバコ忘れます。喫煙者には最高ですね。生ビール来ましょう。乾杯。最高です。大将特製のボードですね。メニューはおすすめのね、ボードがあります。こうメニューがありますね。宴会コースなんかもありますし、小料理がね、中にあります。ちょっと見にくいですかね、光ボケで。すいません、こういう感じですね。コロナの時期なんであれですけど、オードブルなんかもね、作っていただけるみたいなんでね、オードブルなんか注文されてもいいと思います。ここの大将はですね、私もコロナ前までは週に 2,3 ぐらいですかね、一緒に飲ませていただいて、ものすごくね、可愛がっていただいた先輩なんですけど、ちょっと都合がね、いろいろね、大将も僕も、ね、都合が合わなかったんで、それでちょっと遅れてしまったんですけど、やっと紹介できてね、僕も嬉しいです。本当仲いいんでね、大将に移ってって言ったんですけど、嫌だって言われました。やめられない方へ、今すぐ Kiss me Wow wow no で I miss you。 はい、終わり。狂月1本下ろしました。私の大好きな狂月です。入れていきます。2杯目、乾杯。安定ですね、最高です。クラマ来ました。すごい美味しそう。明日のうちにね、食べさせていただきます。クラマキー、イエーイ。めちゃめちゃ美味しい、最高。めちゃめちゃ美味しい。牛つくね来ました。見てください、こう大根おろしがね、いっぱい乗っててめちゃめちゃ美味しそう。ピョータンさんの牛つくねは福岡で有名な爽やかさんの味そのままなんですよね。めちゃめちゃ美味しいです。なんでもう原骨ハンバーグがやってない時間でももう食べれちゃうみたいな。最高、めちゃめちゃ美味しい、美味しい。これはね、ウロンハイに流してみて。最高。2杯目終わり。3杯目作ります。自分で作るといいですね、濃さが分かってね、自分の量で作れるんでいいですよね。やっぱボトルおろした方がいいかもわかんないですよね。ねえ、言いそうだよね、大将ね、酒飲んでくるやね、寄ってくるやね、俺も移ろっかなって言いそうだもんね。美味しい。見てください、銀だら来ました。俺銀だらも最高に好きなんですよ。この魚が一番うまくないですか。最強ですよね、銀だらの最強漬け。食べてきます。1回目はね、レモンをつけないで食べてみたいと思います。前が出ちゃう、うますぎる。うますぎる。まず今現代に料理の鉄人があったら大将出れるんじゃないかな。出てほしかったね、その当時に。料理の鉄人に本当にめちゃめちゃ美味しい。焼き方が抜群、最高。ホクトロ鶏レバー来ました。見て、この照り見て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 、セバー好きにはたまらない。ちょっとね、一口いただきます。
ゴトロを通り越してレロレロ取り出ます。いいですか、うますぎる。ダメで最高です。レモンを絞って大根おろしも乗せていただきます。あ、最強漬けってもしかしたらあれですかね、最強なんで最強漬けなんですかね、多分違いますね。すいません。さあ、ね、俺4杯目イエーイ。冷めたつくねをね、食べさせていただきます。冷めても静岡のげんこつハンバーグの味です。めちゃめちゃ美味しいです。今日はね、ちょっと酔ってるんで、久しぶりにね、日本酒を行きたいと思います。これ静岡県なんですけどね、花の舞っていう会社があるんですけど、そこから出している日本刀というお酒ですね。超辛口の日本酒みたいなんですけど、これをね、今からね、いただいていきたいと思います。私もね、本当に日本酒大好きなんですけど、でも普段飲むと自分が分かんなくなっちゃうんで、飲まないようにしてるんですけど、まあせっかくね、あの大将の店来させていただいたんで、日本酒をね、飲んでいきたいと思いまーす。ね、トク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 。日本酒久しぶりですね。言ってある通りですね、超辛口でもすごい飲みやすいです。はい、あんまり純米吟醸とかあるじゃないですか、甘口の高級のお酒あるじゃないですか、それよりどっちかというとちょっと辛口の、安いって言い方はちょっとおかしいかもわかんないですけど、そういう辛口のお酒の方が好きなんですよね。多分酒飲みだと思うんですけど、めちゃめちゃ美味しいです。最高ですね。花の舞さんがやっぱ作る日本酒はうまいですね。どんどん進んじゃいます。やばいですね、もうこれ美味しすぎて。今ね、大将息で開けちゃったんでね、またこれで最後、俺もこれ最後。あ、全然いい、すいません、これで開いちゃいました。じゃあ大将すいません、もう一回乾杯で。すいません、花の舞最高です。皆さんもね、花の舞のね、日本刀をね、ぜひ飲んでみてください。最高ですよ。私の記録は6杯でした。4,730円。こんな安いとこなかなかないですよね。ぜひ皆さん来てみてくださいね。今来させていただいたピョータンさんがやってるお店ですね、オールブルーさんです。ここもね、ぜひね、皆さん来てみてください。今からちょっとね、中の様子だけ撮ってきますんで見てください。こういう感じですね。今コロナで営業はしてないんですけど、コロナが落ち着いたら営業再開すると思いますんで、よろしくお願いします。スポーツバーなんで、こうユニフォームがいっぱいあるんですよね。日本のユニフォームとか、こういう感じでね、トロフィーとかいっぱいありますね。このユニフォームがね、これ日本代表のユニフォームとか。ちょっと営業してないんでね、今こんな感じなんですけど、こんな感じですね。おしゃれですよね、中こんな感じですね。すごい広いお店なんですよ。それでこれ見てください、ここがね、全部バットなんですよ。大将が野球やってた方で、これバットなんですよね。これすごいですね。ここで上から見るとこういう感じでね、ここでモニターがあってね、いろんなスポーツをね、観戦できるんですけど、ここで奥もね、こう広いんですよね。これすごいですね、奥もおしゃれな感じのボックスがあります。これでね、こっちがカウンターですね。これおしゃれですね。これもうすごいおしゃれです。ちょっとアップにするとね、有名な野球選手のね、こうサインがあったりしますね。おしゃれ。私は野球やってましたけど、選手はよく分かんないんで、ぜひね、皆さんね、オールブルーさんも来てみてください。よろしくお願いします。皆様楽しんでいただけたでしょうか。静岡県菊川市のピョータンさんにお邪魔しました。
楽しかったです。美味しいお酒ね、飲ませていただきました。皆様チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それじゃあね、みんなバイバーイ。